8月28日、日本テレビが26から27日にかけて放送された、24時間テレビ46愛は地球を救う、の平均世帯視聴率が11.3%ビデオリサーチ調べ、関東地区、だったことを発表した。これは、歴代35位タイの数字で、瞬間最高視聴率はチャリティーマラソンに挑んだヒロミ、58、 がゴールである両国国技館に到着した直後の27日午後8時47分の24.8%。日テレのえなり新事コンテンツ戦略本部コンテンツ戦略局総合編成センター部長は、本当に多くの視聴者にご支持いただきました。取材にご協力いただいた皆様と制作人の思いが多くの方に届いたことは大変嬉しく思っております。心より感謝申し上げます。 と一定の満足感を示すコメントを残した。ジャニーズ事務所の人気グループ、なにわ男子をメインパーソナリティに起用して挑んだ今年の24時間テレビ。えなり部長の言葉とは裏腹に、想定外の厳しい視聴率を見せつけられた局内の雰囲気は暗い、と日テレ関係者がため息混じりに漏らす。1995年にスマップがメインパーソナリティを務めて以来、長きにわたり、 ジャニーズ枠となっていた24時間テレビのメインパーソナリティですが、今回、ジャニーズメインパーソナリティ史上ワースト視聴率を記録。嵐の二宮和成さん40率いるジャニのチャンネル、軍団がメインを務めた昨年の平均世帯視聴率13.8%より2.5ポイントもダウン。それどころか、 番組終了時の募金額は約2.2億円で2022年より1億円近くもダウンしてしまった。募金額が減ったということは、24時間テレビの影響力がそれだけ落ちたということでしょう。何わ男子が所属するジャニーズは現在、創業者の小ジャニー北川社長、去年87による所属タレントへの加害問題の影響で揺れに揺れている。 過去の被害者も続々と名乗り出ており、国連人権理事会まで調査に乗り出すほどの大問題へと発展。その影響からか、23年内のデビューが目されていた A。グループのデビューは白紙状態になったとも言われている。9月に開催され、フジテレビが中継するバレーボール W 杯のテーマ曲で CD デビューする予定だった A。グループですが、 参加国からジャニーズの課外問題に対する抗議が入り、CD デビューが流れた。また、24時間テレビの放送直前である8月10日発売後の、週刊文春、文芸春秋、では、何わ男子の人気メンバー、西畑大吾さん、26、が、日テレの系列局である読売テレビの足立夏保つアナウンサー、24、との熱愛を報じられ、 放送直前に水を差す事態に。また、今回、日テレの系列局である中京テレビはメインパーソナリティに美少年を起用。しかし、放送前にはメンバーの一人であるナスユ斗トさん、21、による過去に楽屋で行われた、シュークリーム投げ動画、が SNS 上で拡散されて大炎上したかと思えば、同グループに所属する金指一世、19、の、ベッド写真。 もう流出するなど踏んだり蹴ったり。一連の影響からか、24時間テレビ、の全11地区の視聴率のうち、ワーストは名古屋の10.5%、ワースト2位が関西の11.0%、そしてワースト3位が関東。ジャニーズ税を全面に押し出した3地区が大惨敗、というまさかの結果になってしまいました。前室の日テレ関係者。創業者の加害問題に加え、 タレントのスキャンダルが連発し、さらにはジャニーズの将来を背負うはずの何話男子がメインを張っても視聴率は大惨敗。この事態を受け、不穏な話が聞こえてくる。局内では、ジャニーズタレントの起用に対して懐疑的な声も出始めています。すでに一部報道でもありますが、来年以降、24時間テレビ、とジャニーズが決別するそうした展開もゼロではない感じになってきていますね。 あと現実問題、何は男子でダメだったのに、彼らより数字が取れる他のジャニーズグループって言いますかね、全道日本テレビ、24時間テレビ、とジャニーズの蜜月関係それは永遠のものではなかったようだ。